皆さんどうも、アイスリボン女子プロレスラー藤本つかさです。今日はすごく楽しみな収録なのです。宮城県といえば皆さん何が思い浮かびますか？笹かま、ずんだ餅、だだっちゃ豆、牛タン。そう、牛タン。今日はですね、牛タンを思う存分焼いて食べる動画でございます。で、すごくおすすめしたい牛タンがあって、千通という牛タンで、高級子牛の牛タンなんですよ。それをね、焼いて食べて、その動画を皆さんに見せたいと思います。早速開けてみたいと思います。じゃじゃーん、めっちゃ美味しそう。見て、ネギ塩レモンとわさびとお塩と、あと岩下の新生姜、これもね、さっきね用意しときました。もう食べる気満々でしょ。この牛タンは8ミリにスライスされた牛タンです。通販でも売ってますので、後でちゃんと紹介しますので、皆さん最後までご覧ください。え、じゃあどうしようかな。早速もうやっていいのかな。開けます。ああ、開け方ミスった。牛タン分厚いでしょ、すごい。見て、いただきます。わあ、すごい美味しそう。皆さんは牛タンは何で食べますか？私はネギ塩タン牛タンが好き。ネギ塩レモン牛タンが好き。いい感じです。もういいかな、まだかな。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。すごい歯ごたえ抜群だし、でも噛み切れる柔らかさがあるし、ほんとこれが牛タンですよ。次はわさびで食べよう。わさびが合うな、牛タンで。しかもこの牛タン何もつけなくてもいいかもしれない。味がついてますね。あ、弱火がいいらしいですよ。弱火で肉汁が逃げないように焼いてください。美味しいお召し上がり方っていう説明書も丁寧に載ってます。こんな美味しい牛タン独り占めしていいのかしら。しかもなんかこのパックがまた高級感があっていいですよね。牛の子牛をさ、子牛の舌だって、そうやって食べるとなんかちょっと申し訳ないけどさ、でも本当に美味しいよ。本当この肉汁飲みたい。やっぱね、豪快に行った方がいいですよね。熱い。幸せ。本来の牛タンを皆さんにも食べてほしいです。コリコリ言うのに柔らかいんですよ。ご飯もね、一目惚れを買いました。岩下の新生姜。なんか仙台の牛タンが好きっていう方結構いると思うんですけど、なんか仙台でも本当最近この牛タンは結構通販で発売されてるようなので、まだ知らない方ももしかしたらいっぱいいるかもしれません。この牛タンの肉汁がお米と合う。2種類の牛タンが 250g ずつ入って、大体4、5人前かな。それでやっぱ仙台って言ったら牛タンだよね。私本当に牛タン好きなんだよね。まあ、ぶっちゃけ本当に今まで食べた中で私はこの牛タンが一番好き。なんか新鮮だし食べやすいし、見えますか、切れ目がちゃんと入っているのですぐに火が通ります。見て、肉汁がやばい。いただきます。おいしい。しかもこの千通の牛タン、実は宮城県の柴田町に本土を置く牛タンなんですよ。宮城県柴田町って言ったら、うちのほらもう一人の宮城県出身の宮城もちの地元ですよ。なんか日本の味にしたい牛タンを。溶ける溶ける、あっという間に 250g を食べそうですよ。もう今日は宮城づくしです。ほんといい匂い伝わるかな、この匂い。宮城では粋なシュウメイって言います。粋なシュウメイ、牛タンでハッピーだよ。もうね、あっという間にラスト1枚になってしまいました。いただきます。
はい、ということで先ほど食べたのが熟成スライス牛タンでした。次は子牛の方食べたいと思います。子牛なのでなんかちょっとさっきとは色が違う感じがします。若干油が乗ってる気がします。はい、それではいただきます。これが子牛です。なんかこのままでも食べれそう。なんか見た目は大トロみたいじゃないですか。見て見て、おいしそう。まずは何もつけないで食べたいと思います。熱い熱いけどもう今ので美味しさが伝わってる。やわらかい、うん、あ、もうこれはマジで美味しいんだけど、私こっちが好きかもしれない。さっきのもすっごい美味しかったけど、子牛の方はすごい柔らかくて飲めます。私はよくね、川口大会とかスキップ大会の後にハムさんとアイスリボン応援店の丸みというところに焼肉食べに行きますね。みんなで食べる焼肉美味しいですよね。まあでも今もね一人だけどめっちゃ美味しいよ。なんか普段ビールとかは飲めないんですけど、シャンディーガフとかだったら飲めるんですけど、焼肉の時は1杯目の一口目は生を飲みたい気分はわかる。これ新発売の牛タンなんです。友達にプレゼントとか、あとお世話になってる人に贈り物とか、一つ牛タンでもいい気がします。絶対喜ぶし、牛タン嫌いな人っていなくないですか。この牛タンが私のプロレスの原動力になってるんですよ。マジこれ自分のご褒美だわ。自宅でこんなに美味しいものを食べられるなんて贅沢すぎる。やっぱこう地元の牛タン食べたいなって思うこととかもあるんです。だけどすぐ帰れないじゃないですか、このご時世。だからそういう時はこうやって通販とかで頼んだらすぐに宮城県の味を堪能することができる。いただきます。頑張ったからな。最近後楽園とかあって頑張ったし、ご褒美にいいよね。つくしのたんこぶでもくらくらよ。ほんと皆さん自分にご褒美ってやったりしてますか。簡単なご褒美とかでもいいんですよね。こうやって美味しいもの食べるとか、私だったら今日試合頑張ってってなった時にハーゲンダッツのマカダミアナッツが大好きだからそれを食べたりする。でもそういうのってすごい大事だと思う。最近鬼滅の刃にハマってまして、この前後楽園で鬼頭忍のコスプレをしたんですよ。それぐらいハマってるんですけど、なんかすごくいい言葉があったの。本当にね、いい言葉があったからみんなに紹介していいですか。私ね、すごくいいなと思う言葉があるとメモる癖があって、鬼滅の刃なんでいいなって思うかというとね、鬼も過去があって感情移入できるポイントがいっぱいあるんですよ。それって本当プロレスと一緒だなと思って、鬼滅の刃にはプロレスで大事なことがいっぱい隠されてると思うんです。感情移入させることができるレスラーって一番最強だなって思って、だからなんかいろんなね対戦がある中で勝ち負けって絶対つくじゃないですか。その中でも感情移入してもらいたいなって思いながら日々プロレスをしてます。でね、最近のその鬼滅の刃で私が17巻までしか見てない中ですごくいいなと思った言葉を紹介します。これは誰の言葉だったかな、炭治郎の言葉だったかな。好きな人や大切な人は漠然と明日も明後日も生きている気がする。それはただの願望でしかなくて絶対だよと約束されたものではないのに、人はどうしてかそう思い込んでしまうんだと。すごくいい言葉でしょう。プロレスにも当てはまってて、明日私たちが試合ができるっていう約束がないのよ。だけど漠然とやっぱ絶対明日あるって思っちゃうから、本当一日一日を大切にしなきゃなって思ってます。だから今日みたいにこうやって美味しい子牛を食べながらここでね話すことは本当にいい一日だなって思えるので、はい、いただきます。焼くの楽しみで鼻歌当たってた気がする。最後の子牛牛タンいただきます。うーん、お腹いっぱいで堪能しました。宮城の魅力を存分に味わいました。牛タンってほんと最強。それでは手を合わせてごちそうさまでした。美味しかったです。
今日食べた牛タンをおさらいしますね。仙通の牛タン至高です。至高。この中にはこだわりの牛タンが2種類入っております。一つは今食べた子牛を使用した高級牛タンです。こちらは、ミルクで育てられた良質な子牛、オランダ産のミルクフェットベールを使用しております。そしてもう一つはスライスした厚切り牛タンですね、こちらは熟成牛タン、2種類がこの中にセットで含まれております。その熟成牛タンっていうのは秘伝のタレに漬け込み低温でじっくり熟成しましたということですので、どちらもねちょっと味が違うんですけども、歯応え抜群で最高に美味しいです。 250g ずつ入っているので 4、5人前、だから家族でね1セットあれば十分食べれます。私は今お腹がいっぱいです。1人で 4,5 人前食べたのでということで皆さんいかがだったでしょうか。仙通牛タン至高の美味しさ伝わりましたでしょうか。私のね美味しそうに食べる顔から少しでも画面を通じて伝わったなら嬉しいです。ということで、ぜひ皆さんつっかチャンネルの概要欄からご購入ください。つっかチャンネルからご購入いただいた皆さんはミニポートレート非売品をお付けしちゃいます。ということで、これからも宮城県、そして牛タン、そして藤本つかさをよろしくお願いいたします。以上、つっかチャンネルでした。バイバーイ。お腹いっぱい。